Welcome back. In part two of our conversation with Kento Momota, the 24-year-old shared with us his first memories of badminton and how his game has evolved over the years since he started playing the sport full-time. バドミントンを始めたきっかけは、姉がバドミントンをやっていて、その練習場についていくようになって、いつの間にか始めてました。小学6年生の時に、地元の中学校にバドミントン部がなくて、それで県外に行って、バドミントンをしようと決意しました。最初は全くシャトルに当たらなくて、あまり楽しくなかったんですけど、上達するにつれて、どんどんハマっていったのを覚えてます。最初はすごく向かっていけて、自分の勢いで、試合に勝てることもあったんですけど、最近は何て言うんですかね、自分の気持ち的にも少し保守的になっていく部分があって、試合に対する気持ちは、毎試合毎試合自分のパフォーマンス、相手どうこうではなくて自分のベストを尽くそうと思って、コートに入るようになりました。リー・チョンウェイ選手ですかね、もう本当に自分にコートの中での彼の振る舞いは自分にとってもすごい勉強になりますし、学ぶことが多いし、どこに行っても愛される選手、自分もそういう選手になりたいので、また同じコートに立って、彼と試合をしたいなと思います。世界ランキング1位を継続するっていうのはすごく難しいことだと思うんですけど、そうですね、でもまだ自分の満足するプレイヤーには慣れていないので、もっともっと高みを目指しつつ、世界ランキング1位を継続できるように、頑張っていきたいなと思います。やっぱり勝つためにはいろいろ準備しなければいけないことは多いと思いますし、自分に足りないことも多くあるのが分かっているので、少しでも少なくできるよう、日々の練習から取り組んでいくことと、あとはプレッシャーのかかる場面で、思い切りのいいプレーができるように、普段の練習から、どんどん自分のスキルをアップさせていきたいなと思います。